さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回はこちら63巻でございます。いや、どんどん進んでいくね、形になっていくね。ということで今回ね、今回もですね、西部警察 RS1 ダイキャストギミックモデルを作るのアセットさんからきっと提供いただいております。では早速にやっていこうと思います。今回はね、フロアとステアリングの取り付けという風になっております。では早速やっていきましょう。いきなりね、下にもこのボディが置いてあるんですけど、まあ、このボディの上でやっていこうかなと思うんですけれど、まずネジを63-13で固定するという風になっているので、もう机の上がね、とんでもないことになってるんですけど、やっていこうかなと、どうでもいい話でもしながら。いや、知り合いがね、あれなんですよ、心霊体験した体験したって言ってね、あの話を聞いたんで、ね、まあ、ちょっとそれを話しちゃおうかな。やめてよ、怖いの嫌いなんだからつってね、言う方もいると思うんですけど、まあね、大した話じゃないんで。むちゃはね、なんかやっぱりさ、ちょっとさ、聞いてみたいな感じでさ、聞いたんだけどさ、いや、もう仕事の帰りの道で、信号のない横断歩道があるわけですよ。そこでそこの横断歩道で足だけが歩いてたっていうのを見たらしい。いや、いいじゃんいいじゃんって言っちゃったなんてやつだって感じだけど、いやー、ね、皆さんご存知ね、心霊系大好きな鍋さんからするとね、もういいじゃんいいじゃんって感じだったね。羨ましいよ、心霊そういうの最近みたいな。なんですかね、年とともにああいうのって見えなくなってくるんですかね。あ、よいしょ。あ、ごめんなさいね、相変わらずね、まだちょっとね、抜歯してないんでね、手がちょっと痛々しいシーンがね、ちょこちょこ映ってしまうと思うんですけれど、これついにね、あのボディにネジで固定するというシーンがやっときたんでね、これで逆さまにしても大丈夫。最近特にそう、心霊体験みたいな、なんか見ちゃった的なやつとかはないなね。ワクワクするんだけどね、そんなやつの前には現れんか、うん、これこう、え、深、ちょっと待って、深すぎるので、ドライバー、違うドライバーを持ってこう。足だけ歩いてるってなかなかだよね、これちょっと合ってないな、サイズが。もっと大きいやつ、細くて、まあ、時間的にはね、8時過ぎぐらいだったと思うんですけど。ああ、これちょっとダメ、入らない。あ、入ってた、よいしょ、ちょっと待ってよ。あ、はい、よいしょ、入った、滑る、カタカタしなきゃいいんだけど。あ、くっついてる、よしよしよし。足だけ見えるとかね、ちょっとあれだよね、なかなかだよね。え、ちょっと待って、なんか変な感じ、いや、変な感じだった、ちょっと待ってね。結構でもさ、言うじゃない、なんかさ、実なんかほとんど幽霊っていうのはいるんだけど見えないから、あ、人間に見えちゃうみたいなさこと言うじゃん、なんか幽霊とは気づかないみたいなさこと言ったりするからさ、ちょっとこれネジ入んねえな、入ったな、ちょっとね、本当に見えねえんだこれ、奥が、あ、見えた、そうやって気づかないっちゅうぐらいなんでね、実は結構いるんだけど
気づかないね、人間だと 思って見ちゃってるからみたいな。だから結構昼間でもいるみたいな話とかもね聞いたりするんだけど、でこれ蓋すればいいのかな、これ蓋するだけなんだよね多分ずっと。よしで、こっからスペアリングを作っていくよという感じですね。中身こんな感じでね、まあ今ちょっと取り除いちゃったんですけど、これここでやろう。で接着剤でつけますよと。もう机の上が泣けるほど汚ね。掃除したいけど掃除する暇がない。ここはちょっと姫様にお願いしてつけた方がいいのかな、どうなのかな。まあ金属だからそうだね、そうしよう。真ん中にちょんとやっておいて、でこのままだとちょっとあまりにも足りないので。いやしかしなんかちょっとここ最近いきなり寒くなったな、グッと冷えるわ。もうさ、なんていうの、冬服と呼べるようなものをさ全部しまっちゃったからさ。まあね、桜餅、あれこれ周りなの、あ違う、これは違うんだ、ごめん間違えた。桜餅ってさ、まあねこれでもう春がみたいな感じかなとか思ってたんだけど、全然そんなことなかったな。これここに通して蓋をするような感じか。なるほどね、そういうことね、こういう感じか。あ、くっついたね、さすが姫様だね。ステアリングこんな感じだよ、いいね。でそうしたらその後ろにシャフトを入れるよと。シャフトはやっぱりね、さすが丈夫にだけあって金属ですね、丈夫くないといけないっていうのだけあって金属です。これも接着剤、これはでも瞬着でつけた方が良さそうな気がするな。ここにこうやって、多分デコプリだとさすがにちょっとね弱い気がする。ということで瞬着さん、で寝る時もさ、やっぱり布団もうさ、羽毛布団みたいなのをさもう着る気がなくてさ、もうこっちじゃない、こっちか。ないから毛布だけで、毛布だけね出しておけばいいかなと思って。甘かったわ。なんかこれ入らないんだけど、あ入った。グッと入った。オッケー。これで抜けないでしょう。オッケー。ちょっとあれかな、瞬着でつけちゃったから発火しちゃうかな。発火したらちょっと悲しいけど、まあちょっと今少し気持ち多めにつけちゃった気がするから。ならないことを祈ろう。こんな感じですね、シャフトがこうなってここに刺すらしいよ。で次どんどんやっていく。割とね今回ちょっとやることが多いんだ。で次小さいパーツですね、これに9番に10番をつける。10番ってどれ、これか。形が似ているので間違えないようにって書いてある。すげえ似てんの形が。で ABS 用の接着剤でつけよう。これはさすがに。だから夜中にさ寒くて起きるの、毛布だけ。なんかやっぱり寝る瞬間っていうのはさ結構あったかくてさ、あちいとか言って多分蹴っちゃうんだよね。そうすると夜中に寒って言って起きて、こんな感じ。このパーツがちゃんと別パーツ化されてるっていうのはなかなかいいかもしれないね。こうカチカチってこうさ回す部分だから。これで今のやつを、今のやつをこれじゃないな、こっちか、反対か。こっち
ちだ。これも接着剤か。余計高等化行こうと思って忘れちゃったよ。ちょっとくらぼったい。くらぼったいって言わない。これをこういうふうにつけるよと。こんな感じで、もう一個のスイッチレバー、これとこれか、これも接着剤。まあね、だからこういう時はね、ほんと風邪ひかないようにね、皆さんもねちょっと気をつけてね過ごすように。季節の変わり目はね体調崩しやすいんでね。そういえば社会人の方たち、社会人になった方たちだね、今年からどうですか、いらっしゃるかな。まああるいはね、学校がね、例えばあの新しい学校にね行った方とかね、新しい学校という方もおかしいけど、1年生の方とかね、学校が始まってねえ、大学とかさ、そういうのって楽しいのかな、どうなのかな。大学行ったこと行ってないからわかんねえんだよ。でこれをこっちにつけるよ。こんな感じか。でそうしたら、あ、ここでハンドルをこう見て、ここにこう挟むのか。なるほど。でこれを蓋して、 OK、 イエイで、おネジ、手がいっぱい、やばい。こいつをここでネジで止めると。やっぱりこういうとこ接着剤で止めるっていうと脆かったりとかそういう問題があるから、多分ネジの方がやっぱりいいんだろうね。ねえ、ステアリングを動かした時にやっぱり破損しちゃったとかね、接着剤だとうまくついてなかったらね取れちゃったとかだと、そう考えるとこういうところはネジの方がいいね。よし、 OK、でね、ちょっとこっからね、これ熱いんだよね。まあ今こんな状態になってるんですけど、ここからついにね、鍵です。鍵穴も再現されてピッと、鍵穴を再現してあるので、これは ABS だから ABS の接着剤をつけた方がいいな。これも向きが関係してくると思うから、ちょっと間違えないようにっていうか、ちょっとこれやりづらいな。こっち側でこう持ってピンセットで、で接着剤を、やっぱこのピンセットだとなんかね、滑って飛んでくっていうことがないからいいな。ここにこうやってつけて、ひっくり返しのここに、これでいいの？多分ちょっとこう少し頭が出てんだね、こうね、頭がで
で、これを中に入れる。中に入れればいいんだけど、接着剤を一応つけろっていう風になってるけど、マジか、めっちゃ無事いいじゃんこんなん。ここにね、接着剤をつけろってなってる。ここまあ見えなくなっちゃうところだから、ドボドボにつけちゃっても、いや、ちょいくらでもドボドボすぎた。やってね、塗ったら急いで中にツッ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 込んで、中のあの前回組み立てたところの下に、そのステアリングでタイヤが動くところにのパーツが飛び出てるんで、そこにちゃんと入れ込むよと。意外と普通に入った。で、入れたらステアリングを斜め上に持ち上げて、インストルメントパネルのダッシュボードにはめ込む。ダッシュボードで接着する。ここを上に入れ込むんだ。だけど上に入り込ま入り入り入り込まないんですけど、どうしたらいい、そういう時。いや、入った。これでいいのか。奥までしっかり入ってなかったのかな。これで一応奥まで入ってる。ああいいか。こんな感じですね。ちゃんと奥までこうやってグッと入って、これで OK だ。これだと接着剤が、奥まで入る。おーおー、奥まで入った。なるほど。ここね、奥まで入った。ちょっとびっくりだ。で、これでタイヤが右左に、おー、動いた。見える。ちょっとここの隅っこで申し訳ないですけど、こうやってね、ちゃんと動くのよ。こうやって。なるほどね。まあ、今あんまりちょっと過剰に動かして壊しちゃうかもしれないんで。まだ接着剤とかはね、固まってないんでね、ちょっと気をつけましょう。ここのちょっと、もうちょっと離して、こんぐらいにしたいな。いいね、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 かっこいいね。やっぱこういうところは精密な感じが、なかなか熱いな。で、前回の付属品であったシールを貼るよっていう風になってるので、シールを貼りますか。シールこれ貼ってからつけた方が良かったような気がするんだけどな。これですね、前回ついてたやつ。これね。これを貼る。貼りづらい。上から持って貼ろう。で、シールをしっかり貼るとこはね、あの爪楊枝の裏でこう少し押し付けてあげるといいかな。あんまり強くねやるとダメだけど、まあ、優しくちょっと擦ってあげるだけで。あんまり強く擦りすぎるとね、あのシールがいかれてしまうことがあるんでね。あとね、驚きの、やっぱこういうディテール好きなんだよね。この見て、鍵がついてます。鍵が、見て、この見えるかな、これ見える、ほら、日産って、この指よりもちっちゃい、この日産って書いてるこの鍵、いいね。こういうの熱いわ、なかなか熱いわ。このさ、鍵のこの溝まで再現されてるの、これね、いいよね、こういうのいいわ、ね、
これから車に、まだ車をあまり知らない子は、え、鍵って刺すものなのとか言っていう感覚になるのかな。令和生まれの子は特にそうなるんじゃないかな。まあ令和まだね数年だけどさ、ね、鍵は何刺すんじゃない、スマートキーっていうのがあるからさ、でこれをちゃんとね刺すようになるんだよね。ここに刺すね。令和の子がさ車の免許を取るような年になったらさ、乗るようになったらさ、あ、鍵刺さった、かっこいい、よし、え、鍵って刺すとみたいな、え、どこに刺すのみたいなになっちゃうのかな。今でこそさ、やっぱそういう風にさスマートキーでやっぱりなってるから、これがハンドルの、あの真ん中にあるエンブレムのシールですねっていうなっちゃうのかなね。だって今の子たちってさ、カセットテープ知らないでしょ、フロッピーディスクとかも知らないよね多分ね。もう場合によっては MD も知らないんじゃないかって思うんだけど、 MD ビデオテープ、 VHS とベータとね、とかさいろいろさ、なんか自分の年ぐらいの、まあ、この年代っていうかさ、いろんなものがなんか流行り廃りがあって今やね安定し始めてっていう感じになりつつあるような感じなんだよね。ね、MD なんてね、 MO に結果的にねソニーが負けちゃったからね。CD とかでもさ全然盛り上がらなかったけどスーパー CD とかあったじゃん。あとブルーレイと対抗しとった何だったっけ忘れちゃったけどさ、とかさいろいろあって懐かしい。よし、ということでね今回ねこんな感じなんですけれど、どうでしょうか、ちょっとねサムネ用にこんな感じで写しておこうかな。こんな感じでございます。いいね、かっこいい。あーだね、この鍵もちゃんとこうアップしとかないといけないね。鍵を抜く、こんな感じにしよう。よし、ということでね今回こんな感じだったんですけど、ね、またねアシェットさんからねきっと提供いただきましたらね続きをやっていこうかなと思います。で次回はね燃料タンクとホースの取り付けとなっておりますのでね、まあ、ちょっとね中身は見えてないのでどうだかわからないんですけれど、まあもしねサクッと終わってしまいそうでしたらね、また溜め込んでからやろうかなと思いますので、またその際ね見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺でダムだ、はい、刺しとこうっとグサッグサッと、あーいいね、よしよし、いやダムだ。